コリアさん、神谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のゲストをご紹介します。自民党衆議院議員でデジタル大臣の河野太郎さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すごい。ちょっと本題に入る前にですね、これ河野さんと堀江さんが昨年ですかね、X でこんなやり取りをしていて話題になりました。せっかくこれビジットジャパンでフルデジタルになったのにまた紙が復活してますよって堀江さんがツイートしたらですね、河野さんがすぐ反応して対応しますということで、迅速な対応、感謝ですよ、堀江さんとのやり取りがあったと。これ空港ですよね。そうなんですけど、まだ空港も混乱してますね。まあ、ビジットジャパンウェブ、パスポートと QR コードで、パスすれば、もうその後は顔認証で出れますというのを今、テストしてて、そろそろ本格運用を始められると思いますんで。あそこって、すごい、まあ、僕は結構究極的な話をすると、パスポートあるじゃないですか。うん、それとも別に税関あるじゃないですか。うん、あの辺めちゃくちゃわかりにくいんですよね。本当は税関で申告しなきゃいけない人って数が少ないんで、申告しない人はもうパスポートを見せた時に申告なしっていうボタンを押してそのまま出れるようにしたいんですよね。はいはい。で、それがなんか今法律的に、それは法的な問題ですか？法的な問題なんです。それを外して申告する人は申告します。申告しない人はもう申告ありませんというだけで出ていけるんだったら相当楽になる。通常、まあ僕もいろんな国行きますけど、あんなのを出させる国もちょっと少ないですよね。今だいぶ減ってきてますよね。申告する人は申告しろと、そうでない人はスルーで行けっていうのが、普通なんで、そこは日本も法律的な手当てをすれば、それは誰か抵抗する人がいるわけでもないですよね。なんか後々裁判になった時どうするみたいな話があるんだけど、いや、それじゃあ年に何件あるのって、うん、それよりはこれだけインバウンドが多くなってきてるんで、しっかり空港をスルーして通れるようにする方が僕は優先順位高いんじゃないかなと正直思ってるんで。あともう一個いいですか、空港の話出たついでに、うん、いや、もうなんで日本の空港ってインバウンド来た時に物売らないんですか？それは空港の施設の問題で、本当はそこにきちんとしたスペースがあれば、もうインバウンド入ってきた時にそこで日本酒を買ってもらったり、日本のタバコを買ってもらったりっていうのはあり得ると思うんですね。だからこれから空港を多分改装したり新しくターミナル増やしたりっていう時には、インバウンドの人が入国した時に買えるっていうように、でそこでいろんな日本のものを展示できれば、そこでは買わないけど帰りに買ってってくれるかもしれないし、そういうものがあればじゃあ東京へ行ってそれがあったら試してみようかっていうことになると思うんで、まあ、気分的な問題なんですけど、日本に帰ってくると寂しい気分になるんですよ。何なんだこれはっていう。確かに他の国こう屋台みたいなの出てきますもんね。そう、なんか歓迎してくれてないのかなみたいな、そういうふうに思いますけどね。はい、まあ本当この辺の、改革の話もぜひ。いや、でも早くスピーディーで、ね、そうですよね、本当気が短いもん。はい、ということで今日来ていただいた本題に入っていきたいと思います。8月14日にですね、岸田総理が、総裁選への不出馬を表明したんですけれども、閣僚としてこれ率直に今回どういうふうに受け止められましたでしょうか？あの日にそういう話をされるというのを知らなかったもんですから、ちょ、僕も驚いたんですけども、やっぱり岸田総理は安保の文書を改定をしたり、はい、その外交安全保障の分野では、うん、安倍さんが築いてきたものをさらに積み上げてきたっていうところはあると思います、うん、それから国内もようやくこの賃金が上がり始めてきた、うん、まあ円安で物価が上がったんで実質賃金がちょっとマイナスみたいなことはありましたけども、ここのところそれもプラスになってきてますし、 GDP も600兆を超えたということがありますから、外交内政、成果をしっかり残されたと思います、まあ、総理大臣1000日以上やられた方っていうのは、はい、日本でまだ10人いないんじゃないかと思いますが、3年間でしっかりいろんなものを残されたかなというふうに思いますね。いや、結構成果上げてますよね。実はそれなりの成果をきっちり出された。逆に注目されてないから、うん、結構ぬるっとやってることがいっぱいある。そう、例えばですけど、例えば安倍さんって、うん、もう右寄りの
タカ派だみたいな感じのイメージがあるから、うん、安倍さんの顔が出てきただけで嫌だ嫌いみたいな人が例えば左寄りの人はすっごい多いわけですよ、うん、岸田さんって見た目なんかちょっとそんな感じしないじゃない、なんか右寄りのタカ派どちらかっていうとリベラル派で左寄りかなぐらいな感じの見た目ね、だからあんまり警戒心がないというかだからもう安倍さんの時って安倍側っていう人たちがいて、もう安倍さんがやることはもう全部拒否みたいな、もう感情的に拒否みたいな人がいっぱいいたんですけど、岸田さんって別にそんなこと言われないですよね。せいぜい増税メガネとかって言われるぐらいで、あの時も増税してなかったんだけどね。それなら続ければよかったのにってちょっと思っちゃいますけど、まあ政治資金の不記載問題とか、はい、いろんなのがあったんで、まあそれの責任をトップの総裁として、取りますっていうことで、まあまあ、何か政策的な失敗で辞められるわけではない。そういうわけではない。どちらかというと、その自民党としてそのどうするんだっていう、これだから多分まあちょっと河野さんは言えないと思いますけど、あんまりその二つの論点がありあって、一つは来年の参議院議員選挙がありますと、これはもう日程決まってますと、はい、で衆議院の4年の任期が来ますと、だから参議院選挙そして任期満了という中で、もしここで岸田さんが辞めずにというか総裁選やって、また岸田さんがもし勝ったとしますと、そうすると岸田さんがまた1年ぐらいやるわけですけど、そこでまあ参議院議員選挙負けたら自民党がね、そしたら総裁変えて、で衆議院選挙を戦うっていう話になると思うんですけど、それだともしミスったもうワンミスで終わるんで、だけど今やめとけば、今まあ例えば新しい総理が出るわけじゃない、必ずもう絶対新顔が出るわけですよ、これまで総理大臣になったことがない人が総理になるんで、そうするとやっぱりそれは自動的にって言ったらあれなんだ、ご祝儀相場みたいなのがあって、内閣支持率ってやっぱり 20-30% 上がるんですよ、バーンって。新しい人に変わったって、でなんかやってくれんじゃないかって期待感も込めてご祝儀相場で上がるんですよね。でその後すごい人気が上がっていたらそこで衆議院議会さん打ってもいいしで、オプションが増えるんですよね、多分自民党としてはね。でも岸田さん出たかったと思いますけどね、僕は。まあ政策の失敗ではない、うん、そうそうそう、そ政策が失敗したわけでもないし、まあ、どちらかというとそのまあ他のね、その裏金問題とか、うん、まあそういったところでかなり足を引っ張られてるっていう部分もあるから、うん、統一教会のあれとかもそうですけど、うん、ね、本当そうですよね、うん、そういったことの、でこの支持率になったということで、まあでもこの8月10日って結構早いタイミングで不出馬を表明したんで、いろいろ準備があると思うんですけど、改めてここでお聞きしたいんですけども、これ河野さん、これ総裁選に出るということで、これよろしいでしょうか。はい、頑張ろうと思います。はい、この言葉をね本当聞けて堀江さん、いかがですかね。これまだあれですよね、うんうん、その告示日とその投票日が決まっただけで、その細かいルールってまだ未確定なんですかね。9月の12日から27日まで、うん、でまあルールは変えないということですから、変えない方針でいくんです。1回目の投票は議員と党員の票、うん、それの過半数を取った人が勝ち、過半数を取った人がいなければ上位2人が決選投票で、うんうん、余計取った方が勝ちっていう、そのルールは基本的には変わらないってことです、うん、じゃあその決選投票に含まれる票というのは、まあ、当然その国会議員票ってあるんですけど、それ以外はどうなんですか。そこは1回目の党員票で、うん、都道府県で割り振られた票が若干乗るっていうことになりますが、うん、まあ、メインは議員票になりますね。メインは議員票だけれども多少は乗ると、まあ、もう1回目の投票で党員の票は投票は終わってますから、はい、うん、まあ、立候補を予定されているというか、まあ、立候補に意思を表明されている方々含めるとかなりの混戦になりそうな感じがするんですが、そうですね、もう10人近くになるんじゃないですかね、はい、河野さん、これ改めて総裁選出馬をこれ決意されたのはどういった理由なのかというのもぜひお伺いしたいなと思います。やっぱり今かなり有事だと僕は思ってまして、はい。